ここからは言えば言うほどです。はい。さあ、いろんな人の言葉ということからすると、この人の言葉もそうではないでしょうか。まこちゃんからいただいておりますが、NHK 会長就任当時、記者会見で問題発言を連発して以来、国会でも連日大問題を起こして、大問題になっている困った人の NHK の会長さんのことですね。もみ会長のことですけれども、また二大問題を起こした上に、さらに問題発言をして、経営委員長から異例の二度目の注意を受けましたという、これも言葉の問題、はい、ねえ、うん、何でもこの会長諸井さんはですね、もみーさんはですね、もみーさんは NHK の経営委員会の理事10人に対して、あなたたちは、全政権が選んだ人選だと言って、理事全員に日付が、空欄の辞表の提出を強要した上に、理事会会議で会長就任会見で発言をした慰安婦発言についての釈明で、この会長はぜひ、この前の記者会見のテキストを見てもらいたい、それでもなおかつ私は大変な失言をしたんでしょうかと、完全に居直った逆切れ発言を再びして、浜田経営委員長から、ご自身の置かれた立場に対する理解が不十分と言わざるを得ないと、痛烈な批判をして注意をしました、うん、この人は森元総理と一緒で、こんな人格と人間性の NHK 会長として不適格なダメ人間なんでしょうかね。なんでこんな人を選んだんでしょうか。選んだ人の任命責任もちょっと問いたいですと、まあ、こういうようなね、お便りもいただいておりました。木村平さんからもいただいておりますけれども、この会長10人の NHK 理事に対して辞表を提出させていたということ、これもびっくりしましたね。経営委員会の理事ではなくて、経営委員会と理事はまた別ですのでね。ああ、 NHK の理事ですね。ああ、そういうことね、はい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 、経営委員はまた別の理事に対して、はい、辞めさせたりいろんなことをするときの、はい、また会議をしたりするような人たちですしね、はいはい、経営が会長を任命して、はいはいはい、で、その会長の NHK の会長の 下に理事がいるということになるのかな、はいはい、まあ、経営別ですね。だからね、経営の理事ではないですね。ちょっと私混同してみましたか、ね、ちょっと混同してましたかね、はい、木村平さんからいただいております。数日前から一部で報道されておりましたが、25日の国会ではっきり明らかになりました。民主党の議員に辞表を提出させた事実を聞かれた会長は、新聞の報道をもとにした発言はしないと突っぱねたものの、続いて証言に立った10人の理事が、辞表を提出したことを次々に明らかにしましたということで、うん、要するに、うん、どういうことなのかって私もよく分からなかったんです。要するに、うん、自分が会長になったからには、うん、別の人が選んだお前たちの言うことで、なんか俺の意見と違うことがあったら、うん、辞表を書いてもらうよって書いてもらうっていうよりも、うん、もう先に出しておいて、なんか気に入らなかったら日付書いて受け取っちゃうねっていうことですか。ますますなんか周りを固めてますね。自由になるような感じで、うん、はい、辞表は自ら書くもんですけどもね、うん、はい、あらかじめもう出させておくと、何のためにだから 出させていたのかなって言ったら、うん、それ以外で何かあるんですかね。あ、まあ、この時も経営委員のあれがいりますしね、うん、そういったところで会議でかけながら、その理事を辞めさせる、辞めさせないということは、うん、はい、でそういうようなこともありますけれども、まあ、今朝もいろんなニュースのあれ、コメンテーターの人の意見聞いてましたけども、はい、まあ、大体いろんな、まずおかしいですねという意見が多かった、うん、こういうことやる人もいるんですって。そうなんですか。あらかじめ書かせる人も、でそういう人はやっぱり自分の経営に自信のない人という意見もありましたし、はい、まず出させるっていうことはきっと自分がやりたいこととか言ったことに対して、うん、他の人たちは賛同してくれないっていう可能性を考えてるわけですよね、うんうん、そういうことかもわかりませんですね、うん、はい、ということで、俺のバックには総理大臣がついてるんだもんねと言ってるように見えましたということです。まあそれは言ってないですけどね。そうですか、はいはい、アキストゼノコさんからもね、ちょっとおとなしくしてればいいのにね、会長さんもね、うん、というようなことで、それから全門の虎、肛門あきれじさん、
まあ、あの日付の入ってない辞表を提出させていることが判明しました。辞表を出さなあかんのはお前やろと思いますがねこの人の一番ダメなところは秘密保護法案は国会で決まってしまったから報道しても仕方がないといったことだと思います。こんなやつはメディアに関わる資格がないと思いますけどもねというようなこととか、一時の恥いいね HK さんからもいただいておりますが、私は大変な失言をしたのでしょうかと発言したということですね、 NHK 経営委員会のところ で、うん、でこのおっさんはアホかと思いますアホかと思いますひどいですね、はい、1月28日の NHK 経営委員会で不適切だったと謝罪したにもかかわらずこの発言をしている。謝罪したり言い換えたりしたり、もみさんの趣旨としては、うん、あの場で言っちゃったことは、うん、ごめんなさいと、うん、だけど中身に関しては今回そんな悪いことを言ったんですかということで、中身に関しての否定をしてませんよっていう主張ですわね。はい、あの場では間違ってたと言ったのは、うんうん、だけど内容的には何も間違ってないという、という趣旨の今はお立場です。このあたりのじゃあどうですか皆さん、なんか釈然とせんですね、うん、キングボンビーナミちゃんからもいただいております、自分の立場というのはどういうもんなんでしょうかねという空手型バカ一大さんからも、これどうですかねと、まあ、いろんなご意見がいただいてましたし、あのもちろん言ってることは正しいよっていうお便りもね、うん、この番組にもあのいくつか届いてます。たくさん届いてます。毎日新聞が面白かったのは、はい、あの半沢直樹の、私は半沢直樹のようなあれよりドラマより面白いんだと。これはね、うん、2月25日です、はい、昨日の毎日新聞の夕刊に、はい、特集されてますけど、それはもみーさんが俺のストーリーを書いたら、はい、小説にしたら半沢直樹より面白いよって言ったらしいと。言ったらしいということで、はい、毎日新聞がじゃあいっぺんつぶさに調べてみようと言って記事になっているわけですね、はい、それ見ると、はい、いや半沢直樹に立った、あの確かに波乱万丈半沢直樹ですけど、半沢直樹のどのキャラクターどのキャラクターやろのが半沢直樹じゃないぞと、はい、そこに出てきたいろんなのやり込められてしまったりとか、はい、うわーとかってトントントンつけたたいてるおっさんとかいろんな、はい、ね、私たちはこのキャラかなと思うんですけど、もみんさん自身はあの中でどのキャラクターに自分を重ね合わせたのかないの、ちょっとね、この人半沢直樹自身だというような発言でしょきっと。あれは、まあ、僕のストーリー書かせたらいいことで、主人公でしょ、はい、ちょっと違うような気がします。ちょっと脇の方のキャラクターの方に似てるバン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 とか、ね、とかいろんなね、はい、ありますけど、まあ、本当にあの戻りますが、言葉って大事だなと、はい、ね、はい、森さんにしろこの会長にしろ、うん、あのコーチの言葉にしろ、はい、これをみんな言葉であるということですね。